牛の乳と書いて音読みで牛乳って、これも前授業で教えたよね。春子怖い。怖くない。職業は嬉しくやりませんか。嬉しくじゃなくて楽しくです。嬉しいと楽しいは喜ばしい気持ちが続く時間の長さで使い分けるの。時間の長さ。もし高倉健に会えたらどっち使う。嬉しいですね。でしょ。じゃあ人気映画を見てるときは、楽しいわ。そう、嬉しいに比べて楽しいの方が時間的に長く続くの。って、これも前授業で教えたよね。すいません。